この両チームというのはルヴァンカップグループステージ B の中では初戦で当たった相手でもあります。ワンタッチで叩く、中を見る、東が抜け出す、そして右サイドエリア内からグラウンダー、押し込んだ。早い時間帯に広島先制。ここはベテランらしく最後落ち着いて詰めていました鹿島。まあ一つこう広島がいい形を作り出しましたね。ここはサントスもプレッシャーをかけに行きますが、細かくパスをつないでいく、しかしサントスが奪っていく、中森島、左足落ち着いていました。相手の守備のほころびを逃しませんでした森島司。まあ、広島は奪われた瞬間に、まあ、プレスに行ってましたし、サントスがまたこの位置から自ら抜け出していく、1人かわしてゴールキーパーもかわしていった、今度は個人技で決めてきたジュニオールサントス。3対0、広島がリードを広げました。もうその通り個の力でしたね。そうでしたね、はい。あっとこれは抜け出した、あっ徳島は惜しいプレー、相手のちょうどディフェンスラインとゴールキーパーの間。スボイが現在右サイドというロングフィード、逆サイドを狙ってきた、中に1人2人入ってくる、シュートを狙ってきた、最後は西谷の右足。柏がクロスを入れる、ドーグラスビエイラを狙っていく、サントスシュートできた、バー直撃。ですから当然広島としてもボールは保持しやすい状況、右サイド勝負に行く、サントスのシュート、ここでサントスが再び決めてきた、今日2得点目。数的有利の中、後半4点目をもぎ取りました。ここで長いホイッスル、90分の攻防を終えています。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications